ウニモグ U400 ウニモグは、ダイムラーが、メルセデス・ベンツブランドで製造、販売する多目的産業用自動車である。名称はドイツ語独特の略号法である、ユニバーサルモーターガー糸の太字部分を読んだもので、ある。モンガタアクセルとハブリダクションドライブが、特徴を高い最低地上高と四輪駆動方式で、副変速機と逆転機を装備できることから、 超低速や悪路での作業にも適している。第二次世界大戦後間もなく荷台のあるトラクター、農作業車として開発が始まったウニモグは、技術革新を繰り返しながら生産が続けられ、これまでに累計40万台以上が生産された。多目的自動車の分野では他メーカーの追随を許さない圧倒的な実績を誇っている。軍事でも輸送用や自走砲車として用いられているほか。 自動車競技でもダカールラリーのカミオン部門で競技者として活躍するほか、チームの荷物や補修部品を運ぶサポート車として重宝されている。1945年、戦後のドイツで、かつてのダイムラーベンツ社の航空エンジンの元開発責任者であるアルベルト・フリードリヒが、農業用自動多目的装置としてタイヤは、同系の四輪駆動で、ホイールベースが短く、路面に応じて、 前輪軸と後輪軸が自在に傾斜するというコンセプトで最初のプロトタイプをデザインする。ウニモグの開発が始まった1946年当時、ドイツは連合軍の占領下にあり、自動車の開発、生産には許可を必要とした。ドイツが再び軍事大国となることを恐れた連合国はドイツの重工業を徹底的に破壊して、 農業国として復興させることを意図し、他の名目では新規開発を認めなかった。人材も技術もあるが、自動車を開発できない。そんな状況の中、開発チームは知恵を絞って、規制の網をくぐり抜けた。1946年に、エアハルトゼーネ社と生産に関する契約を結ぶ。同年の終盤に完成したプロトタイプ U6 は、ガソリンエンジンを搭載し、 農業用の駆動装置として使用できることはもちろん、運転席と助手席があり、後部には小さな荷台がついており、農作業と器具、資材の搬送の両方をこなす汎用性は、それまでのトラクターには見られなかったコンセプトであった。1947年の後半には25馬力を発生する OM636 ディーゼルエンジンが標準搭載されることになる。なお、 初期のウニモグのシンボルマークは2本の大牛の角を U の字で片切ったものであった。初期の70.200シリーズはベイリンガー社によって生産された。これはエアハルトゼイネでは生産規模が足りず、また当時のメルセデス・ベンツには4輪駆動車の生産は許可されていなかったための処置。1951年にダイムラー参加に入り2本の牛の角を 片切ったマークに代わって、メルセデスベンツのエンブレム、スリーポインテッドスターが U401 シリーズから装着された。ロングホイールベースの402シリーズを追加。1953年、クローズドキャビンがオプション設定され、全転向型車両となる。1955年、404S シリーズ登場。主な顧客は西ドイツ軍で、 冷戦時代に向けての配備であった。このモデルは従来の農業用器具からより多目的なクロスカントリートラックという意図で設計されていた。1980年までに64,242台が生産された。1956年から約1万8,000台生産された U411 タイプは 小型のコンクリートミキサー車としても使用されるなど、農作業以外の用途が増えていく。1957年、フルシンクロメッシュギアボックスが装備され走行中のギアチェンジがスムーズになった。これは農業用トラクターとしては初の装備。1963年、406、416ミドルシリーズの生産が開始される。 これらのモデルには65馬力の OM312 ディーゼルエンジンを搭載。416は406のロングホイールベース仕様。後期型では OM352 直噴ディーゼルエンジンが搭載された。当初は80馬力であったが、後に110馬力までパワーアップを果たしている。オリジナル、ウニモグとミドルシリーズの中間に位置する。 ライトシリーズ421、403が登場。421のホイールベースは 2380mm、403は 2250mm である。421にはメルセデスベンツの乗用車から流用した2.2リットル40馬力エンジン、403はトラック部門から流用した4.8リットル54馬力エンジンが搭載された。 1966年、10万台目のウニモグがガッケナウ工場でラインオフ。1972年、ウニモグをベースとしたさらに大型の農業用器具としてメガバイトトラックが登場する。このモデルは1991年まで生産された。1974年、新型 U120 ヘビーシリーズ425が登場する。1975年、 404S の後継として、シリーズ435が登場する。1976年、424、ミドルシリーズ優先、優先 300L、優先500、優先 700L が登場。同時期に従来モデルもモデル名が変更され、U600L、U800L、U900、U100L とされた。 丸みのあるキャビンのモデルはライトシリーズで、角張ったキャビンのモデルはミドルとヘビーシリーズと呼ばれるようになる。この年から全車に4輪ディスクブレーキが装備される。1977年、20万台目のウニモグがラインオフ。1980年、U404 が生産中止。1985年、ライトミディアムシリーズの407と427が登場。 1988年、406と416が生産中止。437シリーズ登場。1990年、新ライトシリーズ408と418が新デザインで登場。運転席側の視界を向上するために、キャビンが左右非対称デザインとなる。新フレームワークとコイルスプリングの採用により、ハンドリングの向上も図られた。 最悪空気圧調整システム ABS などが採用された。1993年 U2450L66 登場。1994年12台限定のフンマグ登場。レザーシートカーペットなどを装備した高級仕様で15万ドイツ丸く。1996年 UX100 登場。歩道や公園の植え込みなど狭い場所用の超小型モデル。 UX シリーズは、静油圧無断変速駆動方式を採用する。2000年、新、ユーンシリーズ登場。副変速機シフトレバーの表記は、はい、ロではなく、ウサギとカメの絵が描かれている。これは、識字率が低い発展途上国での使用を想定した、ものである。四時での最高速度は、最終減速比の低いアーバングニモグでも、約時速 110km ほどである。 排気ブレーキには、日本車に見られる、オンオフスイッチはなく、右足のかかとで操作する、足踏み式である。作業に適した視界を確保するため、運転装置の左右切り替えが可能である。2002年、生産が、がっけなう工場からベルトにある、欧州最大のメルセデス・ベンツ・トラック工場に、移管される。運輸 3000U5000 登場。2005年12月、 ドバイモーターショーでニモック U500 ブラックエディションが発表される。2006年6月、ユーンシリーズはブルーテックテクノロジーが採用され、ユーロ5のハイガス規制に適応する。ブルーテックモデルはモデル名が405.101などとなり区別されている。同年のハノーオーファー、商用車ショーで U2 例を発表。ウニモグシリーズ初のキャブオーバーデザイン。 基本構造は U300 からの流用だが、キャビンはブラジルで生産、販売されているアックスロのものを流用し、コストを低減している。ホイールベースは2700ミ、mm、リメートル。日本では高速道路会社のトンネル壁面清掃や、照明器具の保守、NTT で通信車、JRA 等で、ババのメンテナンス、警察の災害警備用車両、消防の耐熱救助車や、 震災工作者、救助工作者、鉄道の保守用起陸車、航空自衛隊の救難車両としての使用実績がある。静岡県藤枝市には1953年製、ウニモグ、北海道帯広市には1970年式、ウニモグ2台が使用されている。かつては柳瀬が輸入していたが、その後ウエスタン自動車、AMG ジャパンを経て2005年11月以降、 Y エンジニアリング株式会社が輸入元になる。この結果、柳瀬は自動車輸入業を完全に廃業することとなった。2011年春、ダイムラー社から東北地方太平洋沖地震における被災地支援目的にトラックタイプの U4000、U5000 が各2台ずつ、計4台が三菱不桑へと空輸され、日本財団に寄贈された。 汎用性と不正地層波能力の高さから、各種物資や機材の運搬以外にも迫撃砲や多連装ロケットランチャー、対空機関砲を搭載して、自走迫撃砲内し自走式対空砲とするなど、様々な軍用車両のベースになっている。また、ドイツの UR-416 や TM-170、UR-425 コンドル、ATF ディンゴ、 南アフリカ共和国のブッフェルやマンバなど、ウニモグのシャワシに走行化された車体を乗せる形で走行車を開発するベースにする例も多い。ありがとうございます。